こんにちは、あつおです。今日は、2月から3月頃に挿し木をした、挿し木1年生苗でもう現在実がついている品種の方を紹介していきたいと思います。挿し木1年目で、実が確認できるということは、だいぶ実がつきやすい品種ではないかなと考えています。まず一つ目が LSU ゴールドですね。でこちら今1センチぐらい、7月29日の段階で1センチぐらいの葉花がついています。で続きましてアルマの方も挿し木1年生苗で、大きいものは2センチぐらいの葉花、こう枝の先端についてますね。であとはビオールの方も小さい葉花がついています。で続きましてネグローネも葉花、ちょっと赤みがかった葉花がついています。ブリジャソップグリース、こちらも小さい実が確認できます。はい、あとはボーンホルムズダイヤモンド、こちらも実が確認できています。はい、あとはホワイトイスキア、こちらも実なりがいい品種で有名ですね。はい、なんか節が詰まった感じで、もう2センチぐらいの実がなってます。他にもスマッキ、こっちも、はい、1センチぐらいですかね、葉花が確認できます。でやっぱり実がつきやすい、花が咲きやすいということは、品種だけではなくて、おそらく育てている鉢だったり用土、あとは鉢の大きさでも変わってくると思います。はい、あとは D さんって方から買った品種不明の黒果種の方も実がついてます。続いてレディーホワイト、レディーホワイトも、はい、ちっちゃい葉花が確認できます。で見ていって、他は、バッタリアグリーンで、このバッタリアグリーンがとても面白くて、挿し木、親木で買った挿し木3年目の苗には実がついていないんですけど、その親木から今年挿し木をした苗には実がついています。複数株挿し木をしたんですが、ものによっては同じバッタリアグリーンでもついていない、こっちはついてなくて、そうですね、こっちのこの2本もバッタリアグリーンなんですけど、こっちも2本のうちこっち、幹が細い方に
なってる。何なんですかね、まあ、受精が 弱いというか生殖成長に向いた関係なのか、大きさの方も小さい方に実がなるっていう現象も起きてますので、まあ、一概に品種によって実がつきやすいとも言えないんですかね。あとは、はい、放散性で有名な、はい、こちらシャーアンバー、シャーアンバーの方にももう挿し木1年生で実がなっています。はい、なので今回現在挿し木1年生目で実が確認できているのはこちら、今回紹介した品種でした。まあ、それ以外にも複数株でこうやって実になりそうな、枝先に実になりそうな品種もあるので、まあまた順次現在の様子を紹介していこうと思います。まあ実をどうやって早くならせるかっていうのはやはり生殖成長に移行させるってことがポイントとなってきますので、乾燥ストレスだったり、また根域制限、まあ、イチジクに有効か分かりませんが環状剥皮なども有効な手段かと思われます。はい、なんで1年生苗でも春には枝だったものがこの半年でこんなに大きくなりました。イチジクの成長本当すごいですね。はい、今後も品種による特性というか特徴などいろいろ紹介していきたいと思いますので、イチジク好きな方、興味がある方、一緒にイチジク栽培楽しんでいきましょう。コメントどんどんお待ちしています。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。